はい、これはですね、日産のディーゼルの680、もしくは日産680型のトラックですね。で、これは1959年に登場した日産680型トラックはですね、最大増載重量5トンから6トン、クラス大型トラック、日産セレックやイスズベレルなど、当時の中型セダンにも通じる縦型4灯ライトを採用したデザインが特徴なんですね。で、当時のフォードトラックの影響だろうと思うんですが、まあ、前窓はやはり初代セドリックにいた直面出場したガザレスが用意られているんですね。で、エンジンは130馬力を発生する4リッター水列6気筒ガソリンのほか、123馬力を発生する 3.7 リッター水列3気筒2サイクルディーゼルも用意され、4速 NT または5速 NT が組み合わされたんですね。で、シャーシは用途に応じて長さが通するよう設定、ダンブ仕様や消防車仕様というのも、まあ、ラインナップされていた、車で、これは実際に、活躍していた、読売新聞かなの、新聞の配達で、まあ、使われていたものですね。まあ、なかなかその時代をこう感じさせてくれるね、まあ、そういうトラックで、当時これがね、営業車ですけど、1960年代ですか、使われていたということでね、今ではもう見ることがほとんどない、非常に貴重車というふうになっておりますけどもね、まあ、なかなかこういう車がね、出てくるっていうのも、なかなかその面白みがあってね、結構いいなと思うし、作り込みも結構良いですしね、こうやって住まいと暮らしってこうやって書いたところが、また当時の時代らしさを、まあ、時代らしさって言うと、私は影も形もない時代だったですけども、まあ、そういった時代はこんなんだったろうなっていうことをこう感じさせてくれますね。まあ、なかなかいいなって思う車でございました。どうもありがとうございました。